ズラブジワニアは、グルジア人政治家で、元グルジア首相。妻と三人の子がいる。グルジア語のほか、英語、ドイツ語、ロシア語を話した。トビリシに生まれる。1985年に、トビリシ国立大学を卒業。1992年まで同大学に勤務。1985年に発足させた、環境団体を母体として、1988年に、 緑の党を組織。1990年までの間に自身の率いた緑の党がグルジアの独立を支持する一派となった。1991年9月、ソ連解体後のグルジアの初代大統領ズビアド・ガムサフルディアの政府への反対派に合流。1992年1月にガムサフルディアは失脚し、数ヶ月後にエドアルド・シェワルナゼが権力についた。 シェワルナゼが民主改革を施行する中道右派をまとめてジョージア市民同盟を創設すると1992年にジワニアもその一員となり同年に国会議員になる。ジワニアは後の大統領ミヘール・サーカシュビリを含む改革志向の若い人材を積極的に集めた。1993年に市民同盟の党首となる。 1995年11月25日に国会議長に選出された。2001年11月1日、政権の汚職スキャンダルに抗議して報道官を辞職。ミヘール・サーカ・シュビリラと共に市民同盟を離れた。2002年に連合民主党を創設してその党首となる。2003年11月2日に行われた国会議員選挙は、 国内外から政権の介入を指摘され、野党勢力は一斉にシェワルナゼに対する大規模な抗議行動を催した。2週間続いた抗議行動の末、11月23日にシェワルナゼが退陣すると、国会議長、ニノブルジャナゼが暫定政府の大統領につき、ジワニアは首相となる。2004年1月4日の選挙を経て、 ミヘール・サー,アー・アカシュビリが大統領に就任した後も、首相職を務めた。2005年2月3日に暖房器具の事故による一、酸化炭素中毒のため、トビリシ市内で死亡。彼はその日、クベモ・カルトリ地方の副知事、ラウル・ウスポフと共におり、ウスポフも死亡した。トビリシ市内のディドゥベ地区にあるパンテオンに葬られている。ありがとうございます。